行ってくんで。じゃあね。バイバイ。わお。今日も小学生スタイルで。行ってきます。いやあ、子供がわんさか嫌がるぜ。どうも皆さん、バツイチ独身人生積んでるなにわのヘムロックです。いつもありがとうございます。というわけで本日はガチ実践第15弾ということですね。前回の動画はちょっと異例の寝台実践でして、まあ、赤ちゃんみたいな歯ですなんですけども、まあまあプラス96枚ということで時給250円の男ですが、なんとか負けずに現在のところ約3000枚プラスで実践をしております。はい。で今日はですね、その寝台入れ替え次の日でして、まあ、一応暑い日なんですけれども、なんと昨日赤ちゃんハーデス売ってた時に、B 花 VS 前台系を実はしていたかもしれないというデータが浮き彫りになっておりまして、非常に残念です。まあ惜しい、実に惜しい。昨日 B 花に座ってたら5、あるいは下手したら6の挙動があったらしいので、まあ悔やまれますね。で前代系だともし仮定すると、今日不発の高設定をもしかしたら据え置きあるかもしれない。まあないと思いますけど、まあ、一応朝一ディスクアップを見てみまして、前代いつものよう、いつも通りリセットでしたらもうディスクアップに座ろうかなと。ディスクアップを全部リセットかけるってことはもう B 花の不発もまあ変えてるんじゃないかなと思いますんで、まあ、今日はそんな感じで、リセット状態を見て B 花の高設定不発台に座るか、いつも通りのディスクアップで1500枚プラスを目指しては終わるか、まあ、そんな感じの実践で頑張っていきたいと思います。それでは面白いことも言えないんで早速覚醒タイムに突入したいと思います。よろしくお願いします。なんで？おかしいんちゃうんか？
消えました。昨日と合わせてすでに5万2000円消えてます。もう悪霊に取り憑かれてると思うんで、お清めしたいと思います。333ゲームですよ。無理でしょ、こんな。こんなはずでは。済みました。実は、いつものお店を後にしまして、一応9のつく日が、まあ一応ね、暑いって言われてるお店に今来たんですよ。で、稼働はすごかったですね、9割ぐらいでね。でもね、なんでこんな集客できるんかがわからんぐらいのありさまです。まあ A タイプも厳しい状態ですし、パチンコも主要な台見て回ったんですけど、もうあんな話にならんですよ。もしかしたら21あるかなぐらいの台が、1台2台あるぐらいで、もう無双なんかもひどいし、もうベース16ぐらいやと思います。調整もう風車の上はぐちゃぐちゃやし、へそはもうどんだけ締めんねんぐらい締めてるし、ようこれで打つなって思うんですよね。まあ負けてる自分が言っても仕方ないんですけど、まあでもいよいよ来ましたね、ディスクアップの下振れが。14、5回戦ってやっと3000枚プラスのものが2回の実戦でゼロと。いやー恐ろしい。これがやっぱりスロットのね、本当の怖さ、いやディスクアップの怖さです。もうあかんときは何してもあかんっていうのが自分の持論なんでね、5万でも10万でもいけという人もいるでしょうけども、まあしょっちゅう行く自分としてはそんな打ち方してたらね、確実に破産します。なのでもうちょっとディスクアップしばらく間置こうかどうかってとこですね。下振れ期間が不思議とあるんで、これでね熱くなって変に突っ込んでもね仕方ないんで、まあちょっと考えなあかんなーって感じですね。ぜひ皆さんも下振れ期間はねディスクアップ触らない方がいいと思います。本当に当たらないんでね。でも不思議ですよね、300分の1の同色ビッグ引けないのにレギュラーは当たりますもんね。ちょっとうんこちゃん動画ですけども、これもガチでやってるから仕方ないんで、はい、皆さんのお考えもぜひコメントでお聞かせください。それではまたお会いしましょう。今から堺裁判所にちょっと相談行ってきます。破産手続きの、いやーきついね。破産手続き相談に行かないと。よろしくお願いします。ありがとう。